Google ビデオは Google の動画検索エンジンである。かつては無料の動画共有サイトであり、YouTube のように選択した動画をリモートのウェブページに埋め込むための HTML コードを提供し、帯域幅が狭くストレージ容量も少ないウェブサイトで動画を豊富に利用できるものだった。動画共有サービスとしての Google ビデオは2005年1月25日に始まった。 2006年10月9日、Google はかつて競合していた YouTube を買収した。2007年6月13日、Google ビデオの検索結果に YouTube など他の動画ホスティングサービス上で検索クローラーが見つけたコンテンツを含めることを発表。2009年、Google は Google ビデオへの動画アップロードを終了させた。Google ビデオにユーザーが投稿した動画は 2011年4月29日から再生不可となり投稿者が動画を保存するためのダウンロード機能も同年5月13日から利用できなくなった。これによって動画共有サービスとしての機能は完全に YouTube にとって変わることとなった。Google ビデオは自由に検索可能な動画の巨大アーカイブを目指してスタートした。素人ビデオ、バイラルマーケティング用を広告。 映画の予告編などの他に、テレビ番組や映画本編などのプロの作成した映像を優勝で配布することも目的にしていた。Google 従業員による教育的講演の記録も Google ビデオ経由で公開された。講演は主にその従業員の出身大学で行われたものである。Google のテクノロジーやソフトウェア工学に関するテーマのものが多く、 ソフトウェア工学分野の有名人の先駆的業績も扱っている。CBS、NBA、音楽ビデオ、独立系の映画など、様々なメディア企業が新たな収入獲得手段として、Google ビデオにコンテンツを提供した。当初、大手テレビ放送会社各社のコンテンツは、無料のストリーミングが可能な形で公開されるか、少なくともスチール写真に字幕をつけたものが無料で、 公開されていた。さらに、アメリカ国立公文書記録管理局が、Google ビデオ上で歴史的な記録映画をオンライン公開していたが、このプロジェクトは後に中止されている。また、Google ビデオでは、会員性などでない動画を Web クローラで探し出し、検索できるようにしている。Google ビデオと YouTube の動画以外で、Google ビデオの動画検索で検索結果として、 表示されるのは GoFish, e x p o s u r o o m Vimeo, m y s p a i s Vic, Yahoo v i d などである。Google ビデオは動画アーカイブとして始まったが、現在では動画検索エンジンとしての意味合いが強くなっている。2007年8月、D と DTR プログラムが終了した。それと同時に以前に Google ビデオから購入された動画ファイルは再生できなくなった。購入者には、 Google チェックアウトで使える形で払い戻しが行われたが、その有効期限は60日間だった。2009年、Google は利用者が動画ファイルを Google ビデオにアップロードする機能を停止させた。すでにアップロード済みの動画はこれまで同時ホスティングされている。その後、利用者アカウントが不活発になるとともに、相互リンクするなどの機能もなくなった。動画のアップロード。 編集2009年までは利用者が動画ファイルを Google ビデオのウェブサイトを通してアップロードすることができた。また代替手段として Windows、MacOS 10、Linux で利用可能な Google ビデオロダを使ってアップロードすることもできた。1000時間分以上の動画をアップロードしたことがある利用者には Google のプレミアムプログラムが適用されアップロードを継続することもできる。 ビデオロダは OS ごとの3種類のアプリケーションとしてダウンロード可能だった。そのうち Linux 版は Java で書かれていたため他のプラットフォームでも Java 仮想マシンさえインストールされていれば修正なしで利用可能だった。この実行ファイルは単独で動作できインストールが不要である。従って USB メモリや CD-ROM、さらにはネットワークストレージ上に置いておいても 利用可能だった。このため、図書館にある PC など、自分のものでないコンピュータからでも、動画をアップロード可能だった。アップロードされた動画は、グビファイルとして、所定のフォルダに格納され、その利用者が閲覧可能なログが作成される。ログにはその動画ファイルが閲覧された回数や、ダウンロードされた回数が、期間ごとに記録されるようになっていた。Google ビデオは、 無料で公開される動画と販売、レンタル方式の動画を提供しており、後者はデジタル著作権管理によって制御されていた。動画を見るには、Google ビデオのウェブサイトビデオ .google.com 経由でアクセスする。それぞれの動画ファイルには、1位の URI があり、http:// ビデオ g o o g l e c o m v i d e o p l a y d o イコール。 ビデオ ID という形式である。そのページには、フラッシュビデオ形式のファイルが埋め込まれており、任意のフラッシュを再生可能なブラウザで動画を再生できる。動画の特定の時点への高級的リンクも可能で、h t t p v i d e o g o o g l e c o m v i d e o p l a y d o イコー o ビデオ i d 1 y m u s という形式である。 Google ビデオプレイヤーはブラウザを使わずに Google ビデオ上の動画を再生する手段で Windows と MacOS 10で動作する。Google 独自の Google ビデオファイルフォーマットを再生でき Google ビデオポインターフォーマットのプレイリストをサポートしている。動画をダウンロードすると実際にダウンロードされるのは g ビファイルではなく GVP という小さいファイルである。これを実行すると GUBI ファイルがユーザーのデフォルトディレクトリにダウンロードされる。2007年8月17日現在、Google ビデオプレイヤーは保守が停止しており、Google ビデオのウェブサイトからもダウンロードできない。また、GUBI フォーマットで動画ファイルをダウンロードするというオプションも除去されている。Google ビデオファイルズはオーディオビデオインターリーブファイルに独自の報告である。 グッケを追加した独自フォーマットである。当初アメリカが州国国内だけで利用可能だったが、徐々に利用可能な国が増えていき、今ではイギリス、フランス、ドイツ、イタリア、中国、日本などを含む多くの国々からアクセスできる。ありがとうございます。